すいません、声聞こえます？朝シャンしたの？だって。いや、なんかもう昨日はラジオが終わってホテルだったんですよね。もう夜遅いから。で、ラジオが終わりまして、ホテル着いてなんかお風呂入ってたらもう寝れないなって思って、寝ちゃいました。ちゃんとメイク落として洗顔はして寝て朝入ろうって思って、朝の方が時間が限られてるから急いでできるって思って、そうだからさっき入った。だから寝ること優先した。うん、昨日はラジオ聞いてくれました？ドライヤーした後に配信でもよかったんじゃない？いや、もう集合時間が迫ってきてて、そう、もう今日は朝集合なんですよ。そう、なので、もうドライヤーを、すいませんけど、ドライヤーで、この15分髪の毛を乾かせていただいて、もうすぐ準備して、すぐ、向かいます。はい。ラジオ楽しかったね。あ、よかった。裏話おもろかった。だってマジで最悪でした。ぜひ皆さんパラビとか、パラビじゃないか、ラジコか、ラジコでぜひよろしくお願いします。今日はカウントダウン TV に出演するので、ぜひ皆さん見てください。ドライヤーいつも15分かかるんですか？だって。いや、いつもと違うドライヤーだからわからない。お腹なんで赤かったの？なんか私肌がすごい弱いんですよね。だからその前の衣装の多分かぶれて、そう、かぶれちゃってね。そう、なんかツイッター見てくれたらわかるんですけど、私、愛しきナターシャのおだもぎの写真がめっちゃいいのに、私のお腹がすごい真っ赤なんですよ。真っ赤すぎて、もう爆笑なんですけど。そう、肌がね、多分弱くてね、そう、衣装がかぶれてっていうか、そう、赤くなっちゃったお腹だけ。ポロシャツじゃなくてその前の衣装、ポロシャツで忘れないわ。スパンコールだったんですよ、その前の衣装が。そう、ポンポン隊見れるとは。だってね、嬉しかった。ポンポン隊AKB の出演は何時台なの？え、わかんない。何時だろう。
なんだろうね。すごい、髪が長すぎて乾かない。しかもいつもとドライヤー違うから。ダイソンのドライヤー使ってる方います？なんか丸いやつ。あれってさ、めっちゃみんな使ってるけどいいのかな。いいの？あれすぐ乾くの？髪にいいの？吸力強い。あ、そうなんだ。いいらしい。使ってない。コンパクトで軽い。自然乾燥やばいよ。自然乾燥はやばいよ。やばい、乾かない。早く乾け。乾け。頑張れ。頑張れ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 。頑張れ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 。頑張れ頑張れ。いけ。外を歩いてたら自然に乾きますよ。だって、え、これだと髪の毛があれやばくなっちゃうよ。頑張れ。乾いてきてる。だってそれな。頑張れ頑張れ頑張れ。頑張れ。もういいかな。なんかもう腕が痛い。はい、でもまあやや乾いた。やややや、まあちょっと濡れてますけど髪の毛。腕痛い。綺麗な髪だって。そうです、もうバカ高いエクスト。イエーイ。
やばい、待って、あんまりさ、ちょっとドライヤーに集中しすぎて画面に映る自分あんま見てなかったけど、結構顔の色がなかった。うん、いいかな、これで。もうちょっと濡れてますけど、うわ、でもここら辺ちょっと湿ってる。生乾きは一番ダメ。もういいや。はい、昨日はベイ FM の人見てゼリーもらいました。ベイ FM でゼリーもらった。ベイ FM さんにさ、着いたらさ、お弁当もあってさ、ツバメグリルのお弁当も用意してくれてさ、なんかいつも手厚い、ありがとうございます。うん、ハンバーグ食べたよ、美味しかった、めっちゃ。見てください、これ食べます。いただきます。後で聞いてね、ラジコで。うん、うん、うん、いい朝食だ、だって。それな、今日皆さん仕事ですか？はい、だって月曜日だよね、今日。うん、頑張れ。うん、頑張れ。うん、今日はチームメイトの配信もあるみたい。私はリモートになるのかな、リモートで参加らしいです。よろしくお願いします。
どのタイミングなんだろう。分かったら言うね。じゃあ10年目ってこと？9周年。私デビューして9周年。2014年デビューだから9年目？ 9歳。やば。10年目？やばいやばい。でもこういうのってあっという間に来るんだね、本当に。なんかさ、3年目まではさ、ほんと、なんか、一日一日が長かったけど、なんかもうあっという間なんだ、こういうのって、あと後半になってくると。あっという間やな。じゃあそろそろ配信終わろうかな、皆さん。見てくれてありがとうございますということで、じゃあおランキング読みます。いきます。13位トサーとダシ、12位ドヤリンチュアとレミタンビッグラブ、11位ロッピー、10位マコピー、9位ヒロノリアとグンマニア、8位シンゴ、7位ファデル、6位ナカケン、5位 KK3500、 4位クマティ、3位ハリのドラカとセンチュリー、2位マーアとダシ、そして1位はクルリン。ありがとうございました。ということでね、あのやばい、ずっとさリップクリーム塗ってなかったから口が笑えなかった なんか痛い、やっと笑えた。ということで皆さん、またカウントダウン TV、 今日見てね。バイバーイ。